皆様こんにちは。今回は iPhone 向けに配信が開始された Google アシスタントアプリをご紹介させていただきます。 Google は2017年8月26日に Android 向けに提供してきた音声アシスタント機能 Google アシスタントの iPhone 版をリリースし、 iPhone でも Google アシスタントが利用できるようになりました。iPhone 版の Google アシスタントはアプリとして提供されているので、 App Store からインストールすることで利用できるようになります。ちなみにアプリは無料です。iPhone 版 Google アシスタントはアプリをインストールして Google アカウントでのログインを行うことですぐに利用できるようになります。ただし Android 版と異なるのはアプリを起動しないと利用できない点で、例えば Android 版では利用できる OK Google での呼び出しを利用することはできません。その代わりにウィジェットが用意されているので、ウィジェットを設置しておけばそこから簡単に Google アシスタントアプリを起動することができます。 iPhone 版 Google アシスタントで利用できる内容は Android 版とほぼ同じです。音声指示で任意の相手に電話をかけたり、任意の相手にテキストメッセージやメールを送ったり、リマインダーやカレンダースケジュールの作成、 YouTube や Apple Music の楽曲再生、その他質問や会話などいろいろと行うことができます。また iOS の音声アシスタント Siri は言語の翻訳に対応していませんが、 Google アシスタントでは言語の翻訳を行うこともでき、 Siri よりも便利に活用できる場面もあったりします。まずは Google アシスタントアプリをインストールして Google アカウントを登録し、何ができると質問して内容を確認してみましょう。以上、iPhone 向けに配信が開始された Google アシスタントアプリのご紹介でした。